今回ですね、どんぐりをですね、種から育ててみようと思いましてこのどんぐりの種ですねあるんですけれどもこちらをですねあの拾ってきてですねだいたい23日一応水につけておきましたそれで土の中に植えて栽培してみようと思いますはい、まあ、今回初めてちょっとどんぐりやってみるので試しにですねやってみようかなと思いましてこういう形でやってみますはい とりあえずですねいつも通り土の方にですね植えていこうと思いますで一応下ですねあの赤玉土をですね少し入れて下の方ですね水はけ少しでも良くしようかなと思ってやってます一応これカップ麺のあのカップ焼きそばのですねケースなので下水あの落ちていかないので 赤玉土でちょっと対応してみようかなと、えー、そういった感じになってますはいであとはですねいつも通りこういう感じで穴を開けてここにですねどんぐり植えていこうと思います はい、えー、このような感じでですねあと土かぶせましてで残りはですねあの作業としては水をですねある程度あげてその後ですね乾いてきたらまたちょっと水をあげながら育ててみようと思いますもし発芽してきたらまた動画でアップしようと思います